そう。それでね、つむちゃんでしたね。ごめんなさい。つむちゃんのね、検査の代わりで健康チェック表をつけてほしいんですよ。あ、はい。で、まずね、体重、ボディウェイト、これをね、1日1回測ってください。はい。もしくは朝晩測ってもいいぐらい。うん、結構体重の移り変わりってすごい大事だから。それで、今からやる治療は、赤い光を当てます。近赤外線。で、それを当てることによって血流が良くなる。そうすると胃腸が動いてうんちが出る可能性もある。で、この機械はもともと人間用でね、慢性の痛み、首痛い、腰が痛い、そういうところに当てて血流を良くして炎症を鎮めて痛みを和らげたり、皮膚病が脱毛症、そういうところに当てて。で、この子の場合は、消化器の機能も落ちてるし、呼吸器の機能も落ちてるから、胸もお腹もちょっと当ててしまいます。そういう治療をして、その後どうなるか。はい、で、食欲に関しては、1日1回はご飯あげてください。で、コオロギですよね。で、絶対カルシウムパウダーをしっかりかけて、はい、でそれにレオパイを乗せたフード、うん、粉のやつですかね。はい、パウダー状のフード、人工塩ですね。で、これがあんまり食べが悪かったらさ、他にもさ、ゲル状のやつとか、はい、ドライタイプのやつとかあるから、はい、こういったのもちょっと混ぜながらこれをやった方がいいかな、はい、で、見た感じの元気は今のところあるわけですよね。で、この子たちってさ、ちょっとぐらい具合が悪くても元気そうに見せる生き物だから、これで安心しないからね、はい、食べなきゃダメですよ。で、便、おしっこが出るかどうか。だから温浴っぽいのはしてます？あ、それも怖くて、ちょっと先生の意見が。してください。うん、で、温浴を、まあ、38度ぐらいで、うん、でもさ、完全に沈めないで、はい、少なめのお湯でね、うん、溺れないような高さで。はい、で、そんな水のようだったらさ、すぐ冷めちゃうからさ、だから3分から5分ぐらいでやめてください。そうすると多分5分も経ってたら絶対温度下がるから、下がってるとこやらん方がいいかな。で、温浴することによって水分取る可能性があるんで、水分取って、で、温浴したら体を拭いて温める。はい、ライトでね、うん、できれば38度ぐらいから40度ぐらい。ただ握れるところがあったらその方がいいけど、で、これをこうすることによって代謝を良くして、血流を良くする、うんちが出やすくなる可能性があるから、だから温浴を毎日やることをしながら、で、これを観察すると。で、あと、そう、環境温度、温度と湿度は温度差が知りたいんで、この温度と湿度をですね、この子のところにポンと置いてさ、朝一と昼過ぎと、まあ結構温めてると思うから暖かいと思うんだけど、両方測ってください、温度と湿度と。はい、で、温度が高いと湿度が下がる可能性があるから、低かったら霧吹きとかで、湿度を要はね、温度を28から30ぐらい、うん、で、湿度はね 40% 超えてほしいんですよ。そんな2箇所に置いてるんですけど、計算機って、これは。あ、置いてます。両方書いておいた方がいいですか？あ、違う。あ、違います、ね、うん、じゃあ両方書いておいてください。ちょっとこれじゃあ狭いから、ここに使って、はい、で、これ毎日なくてもいいから、温度湿度測るのは、はい、たまに測ればいいから。わかります。だけど、ここは毎日、はい、チェックしてくださいね。はい、じゃあ今からね、これやってみます、はい、治療しておきますね。ちょっと目薬を一滴ね。ちょっと抗生素処置ちょうだい。はい、ごめんね。つむちゃん。はい、つむちゃん、ごめんね。この子ご飯でさ、手から食べるの。あ、食べない。手から食べます。手からは食べないです。手からは。ピンセットから。あ、ピンセットから食べますよ。はい、もう直接やっちゃおうか。目薬したいんだけどな、一滴。よっ。おい、オッケー。じゃあハンドちょうだい。100にしても、うん、はい、じゃあちょっとこれ開けていきますね。
まあ、これだけで体全体に当たってるわけなんですけど、うん、でこの赤い光って実は言うとね、結構3センチか4センチ中まで入ってきますんで、はい、そうすることによって呼吸器の血流、うん、それから消化器の血流を良くすると、はい、でさっき見てこんでもないなら点滴します。点滴はとか注射はまあちょっといかない、やはりよね、抑えないとさ危ないから、ちゃんと抑えてやらなきゃいけないから、まずはちょっと軽い負担の少ない治療だけやりますね、はいはい、であとはちょっとお薬も出したいけど、お薬は出します、はい、じゃあちょっと当ててくれる、うん、ここに、はい、胸の中に当ててね、56だよね。もう一本。もう一本。転換して。中田さん、バイトリル50、パンビオグル100。アガモ100、TR、PRG が SS、ソフィアが2、からモサプリド、プリンピランが1タブかな、以上です。ヒドコキシブが57のやつが1/2。さてと、はい、じゃあ一回と。